こうという思いが込められています。ではこの曲を作詞作曲したアーティスト、レイニーズをご紹介します。レイニーズはギターとボーカル担当のヒロさんとジャンベというアフリカ出身の太鼓、この太鼓ですね、この太鼓担当のシンさんの2人による掛川市を拠点に活動中のアコースティックユニットです。ギターボーカルのヒロさんは菊川市を舞台とした映画の主題歌なども作っているということで、シンガーソングライターとしても活躍しています。そして独特なウィスパーボイス、声がとても魅力的なシンガーです。そしてジャンベ、この太鼓担当のシンさんはドラマーとして16年のキャリアがあって、数々のバンドで活躍されてきました。インディーズレーベルのマジゲレコーズの創立者として、地元の音楽シーンの活性化にも力を注いでいる方です。ではアーティストレイニーズのお二人に青少年部の思いを乗せて歌っていただきたいと思います。では JA 静岡青少年連盟創立60周年テーマソング絆とともに、レイニーズのライブをお楽しみください。それではレイニーズのお二人の登場です。拍手でお迎えください。どうぞ。ラムちゃんと座んな。こんにちは、レイニーズと言います、まず最初にですね、JA の全国の JA のですね、青年部さんの歌、君とという歌を歌いたいと思います。聴いてください。君と交わす微笑みを翼広げ飛び立つように、この思い高鳴って恐れることなく、時を超える君と共に夢を求め語り明かした青春は限りなく、だから春夏秋冬新しい命大地に育ててゆこう。そして喜び悲しみ、君とは分かち合い幸せ築いてゆこう。未来の果てまで愛を歌うゆりかごよ、風にそよぐ緑の大地、健やかに安らかに、くじけることなく生きてゆこう。君と共に力強く、かけがえのない青春はいつまでも。だから春夏秋冬ありがとうを込めて、
輝く大地に立って水と言います、皆さんファーマーズフェスタ、楽しんでいるでしょうか、短い間ですけれども、レイニーズですね、ステージの方精いっぱい歌わせていただきますのでぜひ見ていってください。よろしくお願いします。
この曲はですね、第2シングルの、僕らレイニーズの、セカンドシングル、ダースという、あ、そうですね、ファーストシングル、ダースというね、シーズンの中から、歌わせていただきました。まあ、テーマソングはですね、絆の前に、もう一曲ですね、そのダースというシーンの中から、手紙という曲を歌わせていただきます。レイニーズのですね、販売コーナーがですね、パンフレットの32番との場所ですね、静岡デザイン学校の、ブースと一緒にレディーズの販売コーナーありますので、ぜひ立ち寄ってくださいね。よろしくお願いします。はい、それでは手紙という曲をですね、聴いてください。レディーズ次の曲が最後になりますけども、このイベントですね、JA 静岡清掃年連盟60周年記念イベント、この素晴らしいイベントのですね、テーマソング絆という曲をレディーズが書かせていただきました。その曲をですね、最後にやってですね、お別れしたいと思います。皆さんはですね、あちらの方でお餅を使ったギネスに挑戦というお餅アート参加された方おりますでしょうか。あの僕らもですね、1回目のステージが終わってからあちらの方でお餅をね並べてきたんですけどもね、あのすごい数ですよ、2万4000個のお餅、色も鮮やかですね。そうですね、青いお餅を初めて見ました。初めて見ましたね。あのそんなアートがですね、完成して今あの
こちらの方に完成したものがありますので、後でね、ぜひ見てみてください。そしてそのお餅がもうね、今日後で餅巻きが待っているということですので、皆さんもぜひ最後までね、このイベントを楽しんで、たくさんのお店ブースが出てます。楽しんで帰ってくださいね。それではキズナという曲を歌います。この浜松フェスタにですね、ギャナーというテーマソング絆を書かせていただいて、本当にいろんな、出会いがありました。この絆という歌を通してでもですね、本当にいろんな出会いがありました。ありがとうございます。この曲を聴いてください。絆、男が書いたもんですよ。置いてきな、どうせ当たらんけどねっていう。小さな頃大切なこと教えてもらったように、僕もまたそのことを君に伝えたい。あの頃はまだ幼さに与えてもらうばかりで、暖かな光の中ただ包まれてたけど、つないできたその絆。
明日への希望となるから、学校の、はい、ブースの方にご一緒させていただいておりますので、顔だけでも、はい、見せてくれると、会いに来てくれて嬉しいです。ありがとうございます。はい、レイニーズのお二人でした。ヒロさんとシンさんです。本当にもう温かい空気が流れてますね。穏やかなとてもいい空気が流れてます。じゃあちょっとお話を伺ってもよろしいですか。もう皆さんもね、こう中には口ずさんでる方もいて、結構もう曲を知ってる方もねいらっしゃるようですね。はい、いやでもまだこのレイニーズというグループをもしかしたら今日初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれませんけど、どうですか。今日初めて聞きましたという方はどれぐらい。あ、そうですか、ね、いかがでしたか。よかったよっていう、ね、はい、もう本当にこう気持ちが温かく癒されますよね、うん、これ曲を作っているのはお二人でという形ですか。曲は、僕が、作りまして、歌詞は、まあ、基本的には僕が書いているんですが、一緒にその曲を作るときは一緒にやっぱ相談したりして、まあ、二人の曲で、していたりしています。活動自体はレイニーズというのはいつからのバンドなんですか。4月ぐらいからまだね、ちょっと出来たてほやほやではないけれども、もうすぐ8ヶ月、ね、生後8ヶ月になりますね。まだ1歳になってないこのユニットなんですね。ですから本当にこれからますますファンも増えるでしょうし、本当に楽しみですよね。今の活動の場というのは県内が主って聞いてるんですけど、どこで。ですね、僕たち掛川出身ということで、掛川駅の地下通路でよくやってるんですけども、はい、あとはですね、大きなイベントが、12月にございまして、12月の9日の金曜日にですね、御前崎市の、市民会館ホールで、初の、ワンマンホールコンサートというのをやります。今日もですね、そのチケットの方を持ってきておりますので、ぜひしずれさんと一緒のですね、販売コーナーのところに来てほしいなと思います。お手元のパンフレットの中にも僕ら そのホールのチラシがね入っていると思いますので、ぜひいらしてください。よろしくお願いします。来月の9日ということでね、初のワンマンライブ、いやこれは楽しみですね。はい、でもそれにしても本当にヒロさんの歌声も本当に癒されますし、もともとこういう声なんですよね。そうですね、もともとはちょっと違ったかもしれませんね。違ったかもしれませんね。まあ中学の終わりぐらいからこう歌をこう歌い始めたんですけれども、当時 のカセット、まあ、カセットに録音したライブの音源とかちょっと全然違う声してますね。全然違う声してます。この声はこう作ってきたというか、自分でこう演出して作れるものなんですか。どうなんですかね。なんかこうお酒でうがいとかしてましたね。お酒でうがい。私もしてみようかなと思っちゃいますね。こんな癒し系の声が出るならと思ってしまいますけど、あとこのジャンベという楽器は、これはアフリカの最高、そうアフリカに、西アフリカの最高みたいですけどね、はい、あんまりこう聞いたことがないんですけど、すごく心地の良い響きですよね。これ日本では珍しいですか。意外にですね、やってる方もいます。浜松、この辺だと浜松ですとか、道端で公園で叩いてる方割といますね。はい、ジャンベと言います、よろしくお願いします。はい、まあ、4月に結成されたばかりということですけどね、これお互いどういう縁でこういう組み合わせになったんですか。
ですね、僕と、ヒロがですね、もともと違うユニットで、ヒロはソロですけどもやってたんですけど、とある大会で一緒に出ることになって、別々の出演者として、そこでステージから見てた僕がですね、こいつは素晴らしいぞということで、ちょっと終わってから声をかけたのがきっかけで、その日の夜に一緒にセッションをして、それからたまにでね、セッションをするようになってから結成に至ったっていう、そんな感じでございます。相性も本当に抜群ですよね。でもいかがですか、こうやって組んでやって8ヶ月。本当にですね、まだ1年にも満たないんですけれども、レイニーズ大好きですね。そうでした、そのレイニーズの名前のこう由来をまだ聞いてなかった、ぜひ皆さんに覚えていただきたいのでね、レイニーズという名前はどこから来てるんでしょうか。はい、レイニーズはですね、僕ら雨男ということもあるんですけれども、ちょっと変わったスペルをしていまして、 RAYNEEDS、レイというね、一条の光という言葉とニーズ、必要というですね、意味を、組み合わせて、ね、ちょっとこう組み合わせてというか、はい、そういう言葉で意味を込めてレイニーズという感じです。お二人は雨男なんですね。本当に優しい光が差すようなこの音楽を皆さんに提供されるというイベントです。レイニーズのお二人です。皆さんぜひ覚えて、そして来月の9日の御前崎でのコンサートもぜひ足を運んでくださいね。そして CD などはどこで買えるんですか。 CD はですね、この会場の物販コーナーはもちろんのことですね、あと全国の CD ショップでも、注文していただければ、お取り寄せ可能と、なっております。詳しくはですね、レイニーズのホームページがありますので、カタカナレイニーズで検索してですね、ぜひ情報の方を見てほしいなと思っております。そうですね、今日はもう60周年になります絆という名曲と、あとの全国の農協青年部の曲も今日は最初に演奏されたということで、はい、この大会に参加しての感想をですね、今日一言ずつお願いします。ですね、みんなの力でこう作り上げていくという、いろんなコラボレーションが、入ったこのイベントですね、大変素晴らしいなと思っております。そしてなんかここで初めて会った方ともまた素晴らしい縁がですね、広がっていってくれたら最高だなと思いますので、本当に今日はこの場で演奏する機会に恵まれて本当に、幸せです。感謝しています。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ヒロさんも言ったことお願いします。人との距離を、こう近く感じられる、本当にこう、こう出会いがあって、すごく相手との距離が近くなるようなですね、本当につながりを感じられる素晴らしい、絆のイベントだったと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これからも素敵な音楽をいっぱい演奏していってくださいね。皆さんで応援しましょう。レイニーズのお二人でした。ありがとうございました。これからのご活躍が本当に楽しみですよね。ではこの後は、午後3時から大抽選会を行います。農畜産物が当たる抽選会ですから、皆さんぜひ参加してくださいね。手元にこのチラシ、パンフレットはありますでしょうか。こちらに抽選の番号が、抽選券がついておりますので、まだお持ちでないという方はどうぞ正面の受付に行って一部ずつもらっておいてください。後ほど午後3時から農産物が当たる大抽選会を行います。では一旦失礼します。まだ早い。